こんにちは、スリーです。今回は、いただいたお悩みには必ず共通点があるの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。何でもそうなんですが、受け身になってると、なかなか前に進むことってできませんよね。本当に得たい何かがあるのなら、自分から掴みに行か,かなければならないのです。まあ、これってね、まあ、よく聞く、ね、お話だと思うんですが、まあ、それはですね、 この私が書いている記事やいろんなコンテンツでも同じことが言えます。他の人の疑問はそこから何か得ることができるんですね。そういう気持ちで今回の記事を読んでいただくと嬉しいなと思います。というわけで今回のご質問をご覧ください。Y さんからのご質問です。こんばんはいつもアドバイスありがとうございます。 以前ブログで拝見した質問と重複しますが、フラットサーブのインパクトの傾きについてです。私の場合、どうしても右肩が上がって、左肩が下がった状態でインパクトの形が実現できません。野球でいうところのスリークォーターのようなインパクトになってしまいます。スリークォーターというのはちなみに、まあ、オーバースローとサイドスローのま間ぐらいの、ねえー、投げ方ということですね。 で、えー、左手が胸に収まった極端に言うと内野手の投球フォームになってしまうんです。以前ブログでは足の重心を意識したアドバイスがあったので練習してましたが、どうしても実現できません。それを踏まえて自分内の分析で右肩の上にトスす。トロフィーポーズで肩の傾きを大きくする。トロフィーポーズで右足に4割程度重心をかける。フィニッシュで左手をお腹に収める意識。これなことに取り組みましたが、やはりできていませんでした。 そして、スリークォーターになるので、自然なプロネーションの結果、フォロースルーが前方ではなくスピンサーブのフォロースルーのように横に収まってしまいます。全く肩の入れ替えができ,たできていないのでしょうか。アドバイスがいただければ幸いです。ということでした。でそれに対して私の回答ですが、えー、サービスの体の使い方についてですね。とまあ、ちなみに、ね、これは右利きの方の、えー、場合ですけど、右肩が上がって左肩が下がった状態でインパクトというのは、 トス後に右、肩の入れ替えを行った状態である、ショルダーオーバーショルダーという自然な体の使い方です。まあ、この動作に悩まれているんだと思います。まあ、このショルダーオーバーショルダーっていうのは、ま、要するに肩ですね。肩の位置がね、えー、まあ、最初右行きの場合、トスアップした時っていうのは左肩の方が上がりますよね、右肩より。でも、まあ、そこから、サーブを打つ時っていうのはね、この左肩より、 右肩が上に上がっていかないといけないんですね。要は左の肩を右肩が超えてる体の使い方の状態なんですね。でも今回のね、A、Y さんはそれがね、できないということだったんですね。それがうまくね、要は肩の入れ替えができてないからね、スリークォーターって言って、まあ要はオーバースローと、ね、サイドスローのね、間ぐらいの、要は右肩が上がらない状態でね、サーブを打ってしまって悩まれているんですね。 で、えー、まあ、それに対してですね、えー、まあ、いろんなね、まあ、こちらでね、言われてましたけどね、まあ、それを踏まえていろんなことをね、えー、されてるようでしたが、ね、まあ、ちょっと私の中ではね、だんだん複雑化していってるんじゃないかと思いました。結構難しい強制法をされてるなと。まあ、それよりですね、そういう体の使い方、根底を直すときっていうのはね、シンプルな方が、えー、やりやすいんですよね。解決しやすいんですね。でそこで、私がね、提唱したのは、 まず手にね、左手、右行きの場合はね、左手にボールだけ持ってね、あと右手にはラケット持たない、フリーな状態にして。で、こう自分でトスアップした後に、それを右手でこう取りに行くんですね。要はこうサーブのスイングを素振りでね、ラケットなしでするんだけど、そのトスアップしたボールを右手でキャッチすると。まあこういう風なことをすると、もうこれの時点でラケットというね、邪魔なものがないので、 まあ、ある程度、自然とね、ショルダーオーバーショルダー。だから、左肩、上がってた左肩を右肩が超えるという動作を体感しやすいんですね。どうしてもテニスっていうのはラケットがあるとなかなかね、行いたい体の動作っていうのができないんです。だからこそもう一度ラケットを置いてですね、まずはね手だけ、要は体だけを使ってね、やりたい動作を行う。で、それで感覚をつかんでからラケットでね、今度ラケットを持って同じような動作でね、 えー、さっきは手で掴みに行きましたけど、今度はね、ラケットを振ると。もうこの、それでね、ラケットなしの状態のショルダーオーバーショルダーが再現できてたら OK っていうことなんですね。まあ、こういうのがね、一つ強制法になります。まあ、それでもピンとこない場合は、結構あの強制法、ね、あのー、されてた部分、トロフィーポーズでのね、えー、ことやね、フィニッシュの話とかはね、結構あのこちらのサービス解体新書でお話していることがね、結構出てたのでね、 まあそちらを見てもらうとね、本当はこういう風なな、ね、時に使うんであってね、実際はこうするんですよっていうことが詳しくね、この動画ではかか、ねえー、伝えているのでね、まあ、そういうのも参考にしてもらえたらいいなというね、えー、回答でした。で、まとめなんですが、まあ、こういうふよにですね、結構ポンとね、質問されても私は結構ね、それに合ったね、シンプルな強制法をお伝えすることができます。 なぜかというと、すでに同じ悩みにお答えしたことがあるからなんですね。もう私はテニスクールでレッスンもずっとしてますし、このようにネット上で何百件ものご質問にもお答えしてます。で、そうやっていろんな方と接しているとですね、まあ大体いただいたお悩みにはですね、必ず共通点があるってことに気づいたんですね。まああの、それらをここでちょっと全部挙げるのは難しいですけど、悩みはね、どこかでつながってるんです。 だから、あの、いろんな方の質問を聞いて、て、私がある程度対応できるっていうのは、もうそれだけね、すべて個別ではなくて、体の動きで考えたら、体の使い方っていうのは1点だけですね。体をうまく使いたいという1点で私はお答えしているので、まあ、大体の悩みに対しては、私は体の使い方で答えることが多いので、まあ、そうなるとですね、ああ、過去こういうふうなのをしたな、とかね、えー、そういうふうなね、答えをね、 出すすことが結構ねあの容易にでできるんです、まあ、それだけ経験をね、私がしてるっていうのもあるんですけどあの、要は体の使い方っていうのをベースにお答えしてるのでね、ね、えーまあ、パッと答えもできますし、まあ、要は体の使い方っていう点で私は答えてるってことは、ね、別にね今回のこのねサーブのショ,ーシ,ョショルダーオーバーショルダーだけのね答えではなくてですね、 まあ違うものに変換もできるということなんですね。で、もしかしたら今回の回答があなたにとってテニス人生を変えるぐらい大きなヒントになる可能性だってあるんですね。まあ、例えばね、今回ラケットを持たないサービスの強制法を紹介したんですけど、これをフォアハンドストロークに応用することもできますよね。あなたが右利きなら左手にボールを持ってね、まあ、左手にボールを持って右手に何も持たずに、ね、ストロークの打つね、要はテイクワックした構えをして、 であとは左手に持ってたボールをポトッと落としてえ、バウンドして上がっているところをストロークみたいにね、右手で振って、で、キャッチすると。要はサービスのストロークバージョンに変換するだけでもですね、えー、打点チェックにもなるし、えー、左肩から右、えー、左腕から右腕の、ね、入れ替え、まあ要はこれも結局肩を入れ替えてることになるんですけどね、えー、左腕から右腕をね、パッとね、持ってくることになりますよね。ボールを落とした手をね、避けて、 で、今度ね、聞いてが出てくるわけですから、そうすることによって、ね、上半身のひねりっていう感覚も使えます。それを腕を入れ替えることによってね、行うんだっていうのが分かってきますよね。まあ、こんな感じでですね、えー、体の使い方という観点から見たら全部つながってるんですよね。でそうなると、工夫次第で私の情報はあなたにとってのテニス情報、上達法に、ね、変換させることができるんですよね。 だからあの、そのまま受け止めるだけじゃなくて、根底は体の使い方っていう形でお答えしてるんで、まあ、あなたにとっての悩みとね、どうやったらリンクできるだろうかなとかね、そういう広い範囲、ね、視野でね、見てもらうと、実はね、あなたにとってすごいいい、ね、あのー、まあ、質問とそれに対する回答のやり取りだったりもするんでね、まあ、そういうふうな形でね、あのー、まあ、広げてもらうとね、 すごく、ね、あの私としても嬉しいですし、ねえー、実際にです、ね、今回質問をくださった、ねえー、Y さんはです、ねまあ、自分なりに、ね、いろいろな広解釈して、ね、こういう形で、ねえー、変換されています。えー、また、ね、先ほどの私の回答に対してお返事をくださりました。Y さんから、こんにちは、アドバイスありがとうございます。早速今,回えー、今日試してみました。ボールキャッチ。コツをつかんだような気がします。 これまではコートに叩きつけるイメージだったんですが、上に投げるイメージですね。まあそうですね、本当で、撮影しましたが、以前のホームから変化が見られました。実際にね、えーえー、ボールの速度も上がった気がするし、ね、えー、フェンシングのサービスがコンスタントで打てるようになりました。また嬉しい、このキックサーブをね、えー、劇的に良くなった気がします。継続して自分のものにしたいです。っていうことでしたね。まあはね、あのー、 今回の中からね、いろんなこともさらにトライされてますよね。で自分で撮影もしたり、でフェンスに処撃するような、ね、遠くに打ったりとかねで、それをさらにキックサーブにまで、ね、応用したりとかね。まあ、私はボールを上げてキャッチしてくださいっていう方、ね、の入れ替えだけを伝えたんですけど、そこからね、自分で派生させて、いろんな、ね、風な形で、ね、活用してますよね。だこういう風、ねえー、に使ってもらったらね、一つのアドバイスがね、バーって無限に広がることもあるので、 まあそれだけ逆に言うとね、体の使い方、体っていうのは無限の可能性を持ってるんだっていうことになるので、そうなるとですね、まだまだね、テニスの技術っていうのは無限に広がる、ねえー、可能性を持っていますので、まあそういう、ね、視点でね、楽しんでもらえたらいいと思いますのでね、えー、今回の記事もぜひ参考にしてください。それでは以上で、えー、この音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。